環状部業は、オービックビジネスコンサルタントから発売されている財務、会計処理用のコンピュータソフトウェアである。この製品を中核とする、会計、人事、税務申告、販売管理等のソフトウェア群は部業シリーズと呼ばれる。スタンドアロンタイプのほかネットワーク対応タイプ、カスタマイズ対応可能な新 ERP タイプがある。また、当製品のほか 会計関連の目的別に下記のシリーズが発売されており、一部のグレードを除き、製品間でデータを連動させて処理することが可能である。例えば、給与計算システムである給与奉行のデータを、環状奉行で使用したり、環状奉行を使用して作成した、退職対象表、損益計算書等のデータを、税務申告ソフトである申告奉行で使用したり、 することができる。本製品は、オービックビジネスコンサルタントの、武行シリーズの中核的な製品で、ニュースキャスター役の千面舞子と、歌舞伎役者の中村京造が出演する、テレビ CM で頻繁に宣伝され、無料体験セミナーやフォーラムが開催されている。初期にあった、感情武行、青色申告バージョンは、OB シー会社である、 ビズソフト株式会社の使える青色申告に移行された。2005年にノークリサーチが日本国内の中堅中小企業を対象に行った調査によると財務会計部門では環状部業、販売管理部門では小部業とクラブ業、人事給与部門では給与部業がそれぞれの分野で最大のシェアとなった。ノークリサーチ代表の石間健治は 環状奉行のシェアの高さは、知名度だけではなく、その販売体制と、中堅中小企業をターゲットに絞ったマーケティングの成果だと述べている。2021年10月現在提供クレジットは、環状奉行、経済、政治討論番組を中心に提供している。朝日奈岳市、中堅中小企業向け各業務ソフトの利用シェアが発表。 ノークリサーチ調査。2008年2月10日閲覧。石間健次。中堅中小企業の IT アプリケーション利用実態。財務管理。会計は、勘定部業が、シェアトップ、イットプロ。2008年2月10日閲覧。ありがとうございます。